皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、古関健一でございます。僕はおはようございますでございますですね、今前の動画ですね、地方競馬なんですけども、マイルチャンピオンシップ南部杯、はい、盛岡競馬場で行われる、10日ですね、10月10日体育の日でございます、行われる、南部チャンピオンシップ、あとなんだマイルチャンピオンシップ南部杯ですねあの動画をね、2時かそんぐらいに上げて、今トラックの中でね、今仕事中なんですけども、休憩して3時間ちょっと寝まして、はい、これからちょっと今、起きてまた走るわけなんですけども、もう寝起きです。はい、でね、あのね、1本ね、毎日王冠ですね、一応競馬予想動画なんですけども、今回の予想の動画は毎日王冠の競馬予想ということで、出発前にね1本上げようと思って今、はい、動画撮ってるわけなんですけども、寝起きでございますこんな感じです、寝起き見てください、もう髪の毛もね、寝癖でね、もうね、いい具合に資産に分かれちゃってね、もうね、もう髪の毛もねちょっとね、もうツンツンツンっていうかね、もうどんな動画になるか分かんないですけどもねいや、普通通りのね、またね、動画なんですけども、はい、最後までご視聴していただければと思います。いつも以上に口が回っておりませんね、本当にもういつも動画を見てくださってる方、ちょっと聞きづらいかもしれませんけども、ちょっとね頑張ってよってまあいいや、とりあえずはい、ということでいきましょう。はい、今日はですね、ごめんなさい、ちょっと出す前に、10月7日金曜日でございます。6時16分でございます。午後6時16分。はい、飯時でございます。はい、ちょっとね、次のね、休憩所でちょっと飯食いたいんですけども、はい。ね、ちょっと飯前の仕事の一仕事ということで、ね、ご視聴していただければと。はい、ということで言ってます。見えますでしょうか、ちょっとね光の具合でいつもね悩むんですけども、はい、こんな感じで、10月9日日曜日でございます。第67回、毎日王冠 G2 ということで、東京競馬場11レース、芝 1800m でございますね。はい、僕はですね、とりあえず3頭上げてみました。ステファノス、アンビシャス、ルージュバック、安定の3頭ということで一応ね、これ3着まででしたっけ、天皇賞のね、優先出走権を、はい、もらえるということで、はい、でしたっけとりあえず3頭上げてみました。まあ、アンビシャス、ルージュバック、そうですね、まあ、アンビシャスはね、前走ね、確か宝塚記念をね、大敗してましてね、まあ、なんかあったんでしょうけどでその前、産経大阪杯中山記念とね1、2着ということで、まあ去年のね天皇賞も5着ということで、まあでもアルメール騎手も踊るというし、4歳馬ということで、はい、まあ宝塚記念はなんかあったということでね、ちょっとね割引ということで、はい、します。まあ、ね、何も考えないということで、もう一回アンビシャスということで、はい、はい、で、あと、ルージュバックも、そうですね、やっぱり戸崎啓太騎手ですね、やっぱり南部杯の予想もね、確か、なんだっけ、あれ、まあ、ゴールドファクターじゃなくて、なんだっけ、ブラックタイガーじゃなくて、なんだっけ、すみません、僕の動画ちょっとね見てください、はい、ちょっとね絶賛しますんでね、はい、確か南部杯だったかな、はい、前の動画ですね、確か乗るんですよ出てこない名前が、はい、で一応ルージュバックも戸崎啓太騎手が乗るということでね、騎手で選びました。はい、まあ、前走もね、プソムカップビクトリアマイル、まあ牝馬戦ですけども、まあそうですね、調子がいいですね、はい、そんな感じで考えてみました。で、まあ隣のロゴタイプですね、安田記念1着では取ってはいるんですけども、やっぱりね G1 取ってからのね、やっぱり連戦連勝っていうのはあんまりね、ちょっと正直聞いたことないですし、ま
ロゴタイプ、そうですね、やっぱり1600はあれですけども、やっぱり1800、まあ、まあ、その後の天皇賞も考えて2000ということで、はい、とりあえずまあロゴタイプ もしかしたら絡んでくるかもしれませんけども、はい、とりあえずロゴタイプはまあそうですね、ちょっと割引っていうか、まあ、もしかしたら、はい、考えて、まあ、白三角ぐらいで入れた方がいいかなっていうのは思います、はい、他はですね、そうですね、まあ、ディサイファー、そうですね、武豊騎手乗ります、はい、安田記念、ね、あの6着でございます、はい、まあ、ね、がっつり割り引くのはね、ちょっとね、あれかもしれないですけどもね、ちょっと書いてはいないですけども、もしかしたら、はい、やっぱりね、前走6着で日経賞が5着と、はい、その前、AJCC、アメリカンジョッキー。カントリークラブっていつも言っちゃうんですけど、アメリカンジョッキークラブカップですね。はい、1着ということでね。まあ、そうですね。冬場越えて、夏は走んないでね、だいたい秋からっていうのが、ね、だいたいあれなんですけども、まあ、連にね、絡んでくる可能性あります。はい。あと、気になるのは、まあ、そのぐらい、クラレン、もそうですけども、クライアントはいいかな、小牧太志騎手なんですけどもね、クラレントは僕はちょっと感じませんまあそんな感じですかね、はい、一応ちょっとあれですけども、ぐちゃぐちゃで本当申し訳ないです、一応こんな感じで、はい、ステファノスアンビシャスルージュバックの僕これで馬連で勝負したいと思います。馬連ボックスワイドボックス3連複ということで、はい、ちょっとね考えてみたいと思います。まあやっぱりね、ちょっとね寝起きでね、結構やっぱりボヤンボヤンするんですけども、やっぱりこうやってね喋ってるとですね、やっぱりこう寝起きの場合って僕の場合結構ねいろんなね発想がね出てくるんですよね。なんかなんでかなって、まあ、もう一つの発想はですね、いや結局は実行しないんですよ結局は実行には移さないんですけども、ね、やっぱりねこうやりたいなとかこうやりたいなとかなんかねいろいろね発想はね出てくるんですけどもね、結局実行に移さないっていうね、僕 AB 型なんですけどもね、典型的なねめんどくせえのね AB 型なんで大型って言われるんですけど、大雑把なね大型だって言われるんですけども、僕 AB なんですよ実は。はい、もうねきっちりする、あーいやーダメだな、僕結構ね破天荒なんでね破天荒っていうかなんだろう、いい加減ですだからこんな動画ばっかなんですよね、いい加減なんでね、はい、だからもうねちょっとビシッとね一回あれなんですけども、はい、いい加減にならないようにね、ちょっとねビシッとね自分もね気合入れていきたいですけどもね、ちょっとね年内までにはね僕の欲しいパソコンがねどうしてもちょっとね買えなくて悔しい思いしながらまた来年迎えるかもしれないですけども、はい、ちょっとね来年はね途中からでもねいいからね、ちょっとねなんかこうパッとした動画を撮りたいなっていうのはあります。はい、いつも本当にねこんななんかねトラックの中でね僕もねまあ寝起きですけども、いつも以上に滑舌回らない、はい、動画を見ていただいて、またねちょっとね当たりそうにもない本当に申し訳ない動画をね、もうこれっていうのがねやっぱりね馬ってちょっとねあれなんでね悩んじゃうんですよね。特に AB 型って優柔不断だから、もうあっちゃこっちゃねもうね目がいっちゃってもうどうしようもないですけどもね、本当にまあそれ僕自身だけかもしれないですけどもね、やっぱりねビシッと一発、はい、ちょっと当てに行きたいかなと。僕でもステファノスちょっとね惜しいですね。まあということでちょっと長々と喋ってしまいました。あと20秒で終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次は何だっけ、京都大賞典ですね。土曜月曜日ですね、体育の日に行われます。そっちの動画も上げていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様でした。